それでは日のアウトガムの RCT で背景を調整すべきかどうかというところを見ていきたいと思います。なんで日のアウトガムを別のビデオで紹介しているかというとですね、実はこれまでの例というのはアウトガムが連続変数の場合でのみですね。アウトカムが連続変数で線形回帰を解析に用いた場合のみの話だったんですね。アウトカムが連続変数で線形回帰を解析に用いた場合、無作為化によってアウトカムのベースラインの値が揃っている場合ですね、共変量として多変量解析でこのアウトカムのベースラインの値を調整するとどういうことが起こるという話を今までしてきたかというと、この2つが起こるということなんですね。1つ目、介入とコントロール群の群換差は調整により変化しません。つまりベースライン値が揃っているので、アウトカムのベースライン値が揃っているので、それを調整しても群換差には影響を及ぼさない。だけれども、このアウトカムのベースライン値というのは研究後、介入後のアウトカムの値に非常に大きな影響を及ぼすものなので、それを調整することで治療効果の解析はより感度を増して有意差が出やすくなりますよというお話をしました。で、これはあくまでもアウトカムが連続変数の場合なんですね。アウトカムが2次変数でロジスティックリグレッションやコックス比例ハザード回帰などが用いられた場合はちょっと異なります。はい、どうなるかというと、調整することでですね、介入とコントロール群の群換差は実は、アウトカムが連続の場合は変化しないと書いてましたけれども、アウトカムが2次変数になると変化するんです。これ、すごい発見なんですけれども、ベースラインのアウトカムの値がパーフェクトに揃っていたとしても、それを調整することで、群換差まで変わります。で、治療効果の解析はこれはこの連続変数のアウトカムと一緒なんですね。治療効果の解析はやはり、アウトカムのベースライン値を調整することでより感度を増して有意差が出やすくなります。ですので、何が言いたいかというと、連続変数の場合よりも2次変数の時の方がベースラインを調整するというのは大きな意義があるんです。それを説明するためにはですね、オッズ比のアンコラプサビリティというこの考え方を説明していきたいと思います。オッズ比のアンコラプサビリティというのはですね、非線形モデル、これ非線形ってこの前のビデオで一般化線形モデルの話をしたと思います。そのビデオでこのロジスティック回帰のモデルというのはアウトカムが0、1の範囲を超えないために、こう S 字状の非線形な回帰をフィットしていきますよということをお話ししたと思います。ですね。ですので、日のアウトカムの多変量回帰、回帰モデルというのはこのような非線形、ハザード比の解析も一緒です。コックス比例ハザードも一緒です。非線形の回帰式というのを使っていきます。この場合はですね、背景値が無作為化でパーフェクトに揃っていたとしてもですね、アウトカムに因果関係を強く持つ背景因子を使ったサブグループで、それぞれ別々見た介入の効果と全体で見た介入の効果というのは必ずしも一致しませんよと。この場合は単変量解析、調整しない解析というのはバイアスがかかっていますと。非線形モデルでアウトカムに強い関連を持つ因子を調整すると、その因子が比較群換で、介入とコントロール群換でパーフェクトに揃っていたとしても介入の効果というのは必ず大きく出ますよと言っています。ですので、サブグループ解析の結果を統合したものが調整した解析の結果になるんですね。なので、言い換えれば単変量解析の結果はサブグループで別々に見て、でそれを統合した調整した解析の介入結果に比べて過小評価しますよ。ですので、アウトカムに強い影響を及ぼすような背景因子はパーフェクトに無作為化で揃ってたとしても多変量解析で調整した方がいいですよということを言っています。これ言葉だけ読むと何が何だか分からないので、実際に例を見ていきたいと思います。それではこの例では400人の患者さんを200人ずつ介入とプラセボに割り付けた無作為化試験だと思ってください。アウトカムは肺がんの発症ありなしになります。はい、オッズ比を計算すると
96割104というのが介入群のオッズ、プラセボ群は104割96というのがオッズになりますので、その日を取ると 0.85 になります。これをですね、喫煙者ごとにサブグループに分けて解析を行ってみたいと思います。でこの時に喫煙者の割合というのは分間でパーフェクトに揃ってるんですね。例えばですね、この400人中200人が喫煙者だよということなので、はい、介入群では200人中100人がということで 50% ですよね。でその次プラセボ群では、200人中100人が喫煙者ということで、プラセボ群での喫煙者の割合も 50% です。ですので背景表を書いた場合、喫煙者の割合というのは介入群とコントロール群でパーフェクトに揃っているというのがこの設定になります。でその場合にですね、通常であればパーフェクトに揃っているのだから、もうこの喫煙というのは無視して最終的な結果オズ比の 0.85 だけでいいんじゃないかというふうに思う方も多いと思うんですね。ただオズ比のアンコールパチャビリティはそうじゃないよと言ってるわけです。何を言ってるかというと、喫煙者で別々に介入の効果を表すオズ比を計算してごらんと、非喫煙者でも別々にオズ比を計算してごらん、きっと違うからと言ってるんですよね。じゃあ計算してみましょう。はい、喫煙者の中でオッズ比を計算すると、介入群はオッズは95÷5 ですね。でそれをプラセボ群のオッズの 99÷1 で、割るとですね、オッズ比は 0.19 になります。で同じように非喫煙者も介入群の肺がんありのオッズ、1÷99、これをプラセボ群のオッズ5÷95で割ると、はい、オッズ比は両群同じですね、 0.19 になるわけです。でここでですね、これサブグループ解析というのはここから調整したオズ比というのを計算することが可能なんですね。調整したオズ比というのはですね、ここにロジスティック解析を行った時にですね、アウトカムは10、肺がんありなしというアウトカムを入れて、でここに介入コントロールという変数を入れて、ここにですね、喫煙ありなしと、喫煙ですね、喫煙ありなしと、ありなしという変数を入れた場合に、はい、ここのベータコエフィシェント、これが調整されたものになります。オズ比の場合はこれをべき乗変換するとオズ比になるということでですね、こっちのダッシュをつけたものが調整されたオズ比になると。この喫煙ありなしを無視したオズ比、まあ、これがベータとしますと比べてみましょうということをやると、はい、この調整されたオッズ比というのはサブグループで別々に計算したオッズ比をサンプル数で重み付けした平均ということで計算されるので、ここでいうここですね、エクスポネンシャルベータダッシュのオッズ比、喫煙ありなしで調整かかった治療効果というのは、はい、0.19 になるわけです。サンプル数一緒なので、もともとのオッズ比が一緒なので重み付け平均した後も一緒ですよということになります。でそうするとこれがオッズ比のアンコラプサビリティが言っていることなんですね。アウトカムに強い関連を持つ背景因子に関しては無作為化によって、その割合が比較分間でパーフェクトに揃っていたとしても喫煙を調整して得られる治療効果、このオッズ比というのは喫煙を無視して得られる調整しないオッズ比よりもより治療の効果が高い方向に動くよということを言っています。無視した解析というのは治療の効果を過小評価するということを言っているんですね。なので調整した方が治療効果を正しく計算できますよ。なので今回正しい治療効果というのは 0.85 ではなく0.19 なんですね。介入によって肺がんに罹患するオッズが 81% 軽減しますよというのが正しい結果ですよということを言っています。これが線形回帰の場合はそうじゃないです。肺炎因子が無作為化によってパーフェクトに揃っている場合はその肺炎因子を調整してもしなくてもベータの値自体は一緒ですよと、ピーチが変わるよということを言っています。で非線形回帰、ロジスティックリグレーションや骨髄比例ハザード回帰のような非線形回帰に関しては実はベータの値まで変わりますよと、介入効果により強い影響がある方向で調整するとですね、変わりますよ、それが本当の効果ですよということを言っているわけです。はい、23個のストロークの RCT を、
シミュレーションで調べた論文というのがここに発表されています。年齢や性別、ベースラインの重篤度を補正した解析の方が介入の効果がより大きく報告されていましたよということをこの論文では言っています。背景因子を補正すれば必要症例数が約20から30%少なくて済みますよ。でつまりノイズを減らすことで、背景因子を補正してノイズを減らすことでですね、より少ない被験者の数でも有意差が出るようになるということでですね、必要症例数を減らすことにつながるということでですね、コストが下がるということと、あ、倫理的にもより少ない数の患者さんで有意差を出していくという研究の方が、いいと思いますので、より良い結果に導かれるのではないでしょうか。はい、こちらの論文はストローク2009年に発表された論文ですけれども、臨床試験で背景因子を調整しない解析というのは inappropriate に有意差の出ない方向に結果が導かれるのではないかということを言っています。これ日本語に訳すとこうなんですね。リスク因子を背景因子ですね、アウトカムに影響を及ぼす背景因子というのをリスク因子として、リスク因子を補正した OZ 比及びハザード比というのは常に介入効果を正しく見積もりますよと。補正されない解析は過小評価、介入の効果を過小評価する傾向があります。臨床試験でこのようなリスクの補正は、リスク因子の補正は、直ちに取り入れられるべきである。なぜなら製薬企業やアカデミアはこのことに気づいておらず、これによって開発コストが上がり、試験結果は有意差の出ない方向にバイアスがかかりますと。実に背景調整をしない単変量の OZ 比やハザード比を用いることは、議論の余地はあるものの不適当であるということが言われています。はい、この論文でリコメンデーションとしてですね、そこで私が RCT のデータを分析する際におすすめするのは、結果変数に対する一連の高リスク因子ですね、結果アウトカムの変数に対して、因果関係があるもの、強い因果関係があるリスク因子を調整することですと、どの共変量を含めるかは、どの背景因子ですね、を共変量として解析に含めるかは、研究計画の時点、研究データを得る前ですね、アプライオリに決定する必要がありますと。そのため、層別無作為化で使用される因子は常に最終的な解析でも調整されなければいけませんというふうにリコメンデーションされています。どうでしたでしょうか。私もですね、このオッズ比のアンコラプサビリティ、これもう一回説明すると、はいですね、アンコラプサビリティというのは、このサブグループで別々に見たオーズ比、調整したオーズ比に近いものというのは、はい、無視して、コラプス、統合して、無視した解析にしてはいけませんよということで、コラプスするなよと、しないでねということで、オーズ比のアンコラプサビリティという名前がついています。この考え方を私もですね、バンダビルトで働いていた時に、フランク・アレルという上司の先生にですね、聞いた時は本当にびっくりしました。でこのオズ比をこの 2×2 のテーブルを使って、彼は私に説明してくれたんですけれども、その教えていただいた瞬間っていうのは思い出しますね。ですのでぜひ皆様にも、この考え方というのが、あるのだなというところを学んでいただきたいと思います。以上です。